どうもクリスのバスケ日記です。デスタン今日はテイクダウンモデルっていう種類のバッシュについて、解説していこうと思います。テイクダウンモデルっていうのは、シグネチャーモデル、シグネチャーモデルって選手のモデルね、レブロン18とか、カイリー7とか、カリー8とか、こういうようなシグネチャーモデルの介護官に当たるようなモデル、バッシュのことをテイクダウンモデル、介護官モデルっていうふうに言います。値段がそこそこ落ちます。ただレブロンはちょっとテイクダウンっぽくないんだけど、まあでもレブロン17のテイクダウンモデルはレブロンウィットネス4に当たるんだけど、レブロン17の値段がこれでテイクダウンになるとこうなるから、まあ性能を落として、ポイントは性能を落として値段を安くするっていうような感じになりますね。はい、そんな感じになります。だからちょっとやっぱ性能が落ちます。めっちゃ分かりやすいので言うと、ハーデン5のテイクダウンがアディダスのハーデンステップバック2っていうようなものになるんです。めっちゃ似てますよね。で形がデザインがすごく似てるんですけど、クッションが1種類完全に減ってるんですよね。どっちだったかな、多分確か、テイクダウンの方はライトストライクの方のクッションがなかったと思います。ハーデン5の方は、ブーストっていうクッションと、ライトスタンプ2種類のクッションを使ってるんですけど、それに対してテイクダウンの方は1種類だけっていうような感じなので、完全に、まあ、肩はちょっと似てても、まあ、値段を下げてる、性能を落としてるっていうような感じになります。であとはテイクダウンモデル、まあ、分かりやすい特徴として選手が気温を履かないですね。気温を履かないモデルです。だから、まあ、メーカーさんが、まあ、いっぱいハーデンのモデル履きたいくて、でもまあ高いからっていうことで作ってくれてるようなモデルになります。具体的にはナイキで、まずさっき言ったようにレブロンウィットネスシリーズ、これがまずテイクダウンモデルになります。あとはカイリーフライトラップシリーズ、これもテイクダウンモデル。あとはジョーダンでワンテイクシリーズ、これはワイノットのテイクダウンですね、になりますね。あとはマンバシリーズ、結構マンバシリーズ人気は高いんですけど、マンバシリーズなんかは結構まあ、ちゃんとテイクダウンモデルっていうような感じになってます。でアディダスだとジョーダンステップ、あ、ジョーダンじゃない、ハーデンステップバック、今だと2ですね、がさっき言ったようにテイクダウンモデルで、アンダーアーマーだとカリー30シリーズがテイクダウンモデルになります。カリー30シリーズはカリー3のカリー3って結構人気だったんですよ。これの付随で作られてます。だから8とはあんま関係がない、ちょっと昔の3からのに近い型をしてるので、ちょっとぼってりしたようなデザインになってますね。まあテイクダウンモデルは基本的には性能が落ちちゃってるので、まあ、取り扱ってないお店もありますし、僕もそこまで性能にこだわる人にはあんまおすすめはそんなしないですね。やっぱ性能落としちゃってるんで、まあ、安くは買えるけど特別めっちゃおすすめするみたいなことはあんまりないシューズになってます。で、まあでもそれでも要望が多かったら一つ一つまだ解説動画とか作ろうと思うので、もし要望がテイクダウンも作ってほしいよってことだったら、コメントの方にお願いします。お、今の YouTuber っぽいね、 YouTuber っぽいね。でことで、あ、で、テイクダウンモデルのいいところ悪いところを最後にちょっと言おうと思います。まずテイクダウンモデルのいいところは、まあ基本どのポジションでもある程度いけるようになってる、っていうのがまず1点あると思います。今他のメインのモデルっていうのは結構もう個性がダダもうめっちゃ出てるような感じになってるので、やっぱり合うポジション合わないポジションが結構はっきり出てきたりするんですけど、テイクダウンモデルになるとそういう癖を省く作業、まあ、性能のいい部分を省くのと同時に癖がなくなっていくので、よりある程度全てのポジションができるようになります。とあとは初心者におすすめしやすい、だから同じある程度全部できちゃうできるような形になってるのと、あとは、まあ、より例えばもともとレブロン18だったらそこが高いのがウィトネスなんでそこがそんな高くなるとかっていうような感じになるので、基本的に、ある程度
バスケの動きがしやすくなるので初心者におすすめしやすいっていうの点がおすすめで、あのいいところです。悪いところで言うとやっぱ性能にこだわるとやっぱ、まあ、値段分落ちてるよっていうような感じになりますかね。はい、そんな感じかな。テイクダウンモデルに関してはまあ、もし要望があったら、はい、思いつかなかったです。あざした。はい。